こんにちは、マルペキのモチです。モチの YouTube の登録者数が気づいたら300人を突破していました。いつもご視聴いただいている方、本当にありがとうございます。世の中には何万人という登録者のチャンネルがある中、300人というと本当にまだまだ少ない登録者ではありますが、見ている人が増えているということは本当に嬉しいことでございます。ありがとうございます。モチもいつも撮影のご協力ありがとうございます。今日の動画は YouTube にちなんで YouTube について3つお話ししていきたいと思います。1つ目、モチのチャンネルの簡単な紹介。2つ目、モチのチャンネルの細かいデータ紹介。3つ目、ぶっちゃけた感想。この3つお話ししていきたいと思います。それではモチちゃん、行ってみましょう。まず1つ目、モチのチャンネルの簡単な紹介をしていきたいと思います。このチャンネルはマルチーズ・ペキニーズのミックス、通称マルペキのモチとアラサー夫婦のチャンネルです。主に日常生活の Vlog、 トイレトレーニングや涙やけなどのワンコならではの悩みや特徴の動画を発信しています。平日1回、休日1回の週2回程度、定期的に更新をしています。まあ、たまにそれ以上更新する時もあります。ちなみにサブチャンネルもあり、ほぼ連日超短い動画も更新してますので、チャンネルの概要からお時間ある時にぜひご覧ください。また興味を持ってくれた方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。以上が本当に簡単ではありますがチャンネルの紹介になります。次に2つ目、チャンネルの細かいデータについてお話ししていきたいと思います。この部分については少しディープな内容になってますので、さらに細かく2つに分けてお話ししていこうと思います。具体的には300人になった期間と投稿本数について、そしてこのチャンネルの視聴者層についてお話ししていきたいと思います。まず300人になるまでの期間と投稿本数についてです。期間はなんと1年です。1年投稿してやっと300人です。期間としては長い方なんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。細かく分けると、100人到達するまでに8ヶ月、200人到達するまでに2ヶ月、300人到達するまでに2ヶ月かかっています。100人の時すごく時間かかってないって感じなんですけど、本当にゼロから始めたので、編集技術も初心者中の初心者で、動画の投稿も不定期で、とりあえず完成したら発信みたいなスタイルだったんですよね。で、試行錯誤していって100人超えたぐらいから今のスタイルになってきたって感じですね。一方で300人になるまでの動画本数については約90本ですね。これも人によっては多いって感じる人もいるでしょうし、少ないって感じる人もいるでしょうし、様々でしょうね。個人的な所感としては、100人超えたからとか、何本投稿したからって魔法のように登録者数が増えるとか、再生回数が急増するとかっていうのは全くないのかなっていうふうに感じてます。具体的に言うと、99人の時と100人の時で何か劇的に変わるかっていうと変わらないと思います。シンプルに動画が面白ければ登録者再生数が増えるっていうことなんでしょうね。なのでこれから面白い動画が発信できるようにますます頑張っていきたいと思います。なのでチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。続いて視聴者層についてお話ししていきたいと思います。これは投稿者だけがわかるデータからの一部の紹介です。まずは性別から、女性の方が多いです。圧倒的に多いかっていうよりも、男性よりもやや女性が多いかなっていう感じですね。可愛い動物なんかは女性の方が好きな方が多いのかなと思います。続いて年齢者層ですね。一番多いのが40代から50代、次に多いのが20代から30代って感じですね。その他は軒並み同じぐらいっていう感じですかね。あとはこれは想像になってしまうんですけども、モチのチャンネルはワンちゃんを飼ってる人がほとんどなのではないかなと思います。ワンちゃんを飼ってない人でモチのチャンネルを見てる人も、まあ中にはいるかもしれないんですけども、コメントをくださってる方を見たりするとワンちゃんを飼ってる方が多いのかなというふうに思います。ぜひチャンネル登録をして新しい視聴者層になっていただければ嬉しいです。以上が視聴者層についての紹介です。はい、それでは最後に YouTube についてぶっちゃけた感想についてお話ししていきたいと思います。 YouTube って始めたら簡単に何千人とか行くのかなとか漠然と思ってたんですけど、そういかないもんですね。初めていきなり急増するのは2パターンだなっていうふうに思っていて、1つは動画が本当に本当に面白いパターン、いわゆるバズるですね。2つ目は元々有名な方、
芸能人であったり他の SNS でも一定数フォロワーがいるなどですね、どちらも短期間のうちに多くの人の目に届くのでファンもいきなり増える。あとは個人的に思っていることとしては、 YouTube って他の SNS よりもコンテンツ自体の面白さや継続性を見られる性質が強いのかなっていうふうに思います。インスタとか Twitter とかは発信する側見る側が同じような立場なので、単にフォロワーを増やしたいのであればお互いにフォローしますみたいな人をフォローするとどんどん増やすことができます。一方で YouTube はそうはいきません。明確に発信する側見る側が分かれているので、発信する動画コンテンツが面白いかどうか継続されているかどうかが大切になるのだと思います。例えばの話で、私がどんな時に YouTube のチャンネル登録をするかって考えた時に、うわこの動画面白いってなってチャンネルに行くと動画が定期的に更新されてるなっていう風になると、よし楽しみだから登録して待ってよっていう風になります。その逆に動画めっちゃ面白いけど半年前から更新されてない、継続して上がってるけど動画が自分にはヒットしなかったってどちらかが欠けてると登録しないかもなっていう風に思います。ざっとですけど以上がぶっちゃけた感想です。はい、というわけで YouTube の登録者300人にちなんで YouTube についてお話をしていきました。もっちゃんにはねいつも出ていただいてるんで、大好物のさつまいもをあげたいと思います。いつもありがとうの印に大好きなさつまいもプレゼントだよ。よし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 、いっぱい食べてね。でもありがとう。これからもパパママもち3人で面白くてほっこりするような動画を作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあもっちゃんバイバーイ。